はい、どうも始まりました。サウスチャンネルです。よろしくお願いします。だいぶ片付けの方がね、進んできて、リビングだけはとりあえずね、物がなくなってきたので、ちょっとね、紹介していこうと思います。はい、じゃあね、そしたらね、この新居のね、一番メインとなるリビングの紹介をしていこうと思います。ここがね、もともとね、土間だった場所なんですよね。なので、昔はここにかまどがあったりとか、こっちでね、料理をする場所になっていたのを、一旦リフォームしてある感じです。はい。なので、一見ね、この辺だけ見ると、あ、そんな、築100年も行ってるのっていう感じもあると思うんですけど、それなりにリフォームされてるので、綺麗になってます。前にね、ここに棚があったのも、この前ライブ配信の時にね、取り外しました。で、そこにある謎のカウンターは、以前、もう何年ぐらい前だろうな、すごい前にね、こっちがね、ケースになっていて、それをね、まあカウンターっぽくできないかなと思って、その当時のね、技術でやった仕様になります。まあカウンターっていう割にはちょっとね、足を入れる場所がなかったりとかね、どっちかっていうともう本当に物置としてね、使用している感じがメインとなっていました。こういうのもね、書いてあったりとか、落書きしてあったりするので、これもちょっとね、解体するか、またリメイクできればいいかなと思ってます。で、電気もあるのかな、ここ。はい。こんな感じで、ここには一応スポットライトが当たるようにはなってるんで、ここにね、まあ、ヒメウズラとか、魚とかね、こっちにね、持ってこれればいいかなと思ってるので、ここは多分、そういう動物を、とりあえず置くスペースになるような気がしますね。あとはここでちょっとね、こうやって、お酒飲んだりとか、お茶を飲んだりとか、そういうのができればいいかなと思ってます。俺もね、焼けちゃってね、鍋置いたら焼けちゃったんだよね、これね。はい、じゃあね、ちょっと台所の方も見ていきましょう。まあ、こっちがね、キッチンとなります。まだ掃除がね、全然ね、終わってないのでね、サビとか、たくさんあるんですけど、まあ、とりあえずこんな感じになってます。まあ、コンロちょっとね、昨日掃除したんで、あんま見せられるような状況ではなかった。埃も積もっててね、しばらく使ってなかったので。まあ、コンロと、シンクですね。このシンクもちょっとね、上の方とか錆びてる部分もあったりするんで、後でね、磨いていったりできれば、またここで料理の動画とかもね、撮影できるのかなと思いました。じゃあま、こっちが共有スペースって感じですかね。こんな感じになってます。で、まあ、下までね、掃除してないんであれなんですけどね、ちょっとね、床が怪しい箇所があって、どこだっけな？ここか。これ、やばくない？どうなってんだろう、これ。床が、沈んでるし、ここちょっと浮いてんな。はい、今ね、ちょっとね、玄関周りを片付けて、カウンターの部分に、姫ゆずちゃんと、金魚をね持ってきました。ちょっとじゃあ見ていきましょうか。こちらね、玄関と違ってね、ライトが当たるのでこんな感じで明るくいいんですけど、うずらはね、日光浴をさせないといけないので、ね、冬場はね、紫外線ライトとかを使って、ここでちょっとね飼育していければいいかなと思います。夜中やってんかな、もうね、夕ご飯の時間だ、夕ご飯。一瞬で散らかしましたね。こちら金魚たちもね、こんな感じで、あ、やっぱりね、光が当たるとね、すごい綺麗ですね。美しい感じで、泳いでくれてますね。まあ、もうね、連れてきてね、1週間以上はね、経つんですけど、なんとかね、元気には、こうやって泳いでくれてるので、最初ね、ちょっと釣り上げたも、金魚なんでね、ちょっと心配はしてたんですけど、なんとか今のところ平気そうなんで、ちょっともう少し様子見て、でっかい水槽にね、移動してあげようと思います。いやー、綺麗だな。光が当たると。ヒメウズちゃんと、こちらね、金魚をね、こちらに連れてきました。まあね、ちょっとこのカウンターとかでね、ヒメウズちゃんや、こうやってね、動物を見ながら、お酒飲んだりとかできたらね、またちょっと
楽しいかなと思うので、どんどんねこの部屋にね動物たちを移動してこれればいいかなと思います。まあ、そろそろね、クサガメとかも家の中にねまだちっちゃいので入れた方がいいような気もするのかな、どうなんだろう。まあそんな感じでね、今回はねこの動物たちと暮らすね家の方の少しご紹介という感じになりました。またね徐々に他の部分もね、紹介していければいいと思うので、よろしければ高評価チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。以上、ウサウズチャンネルでした。今回もご視聴ありがとうございました。